はい、皆さんこんばんは。ちょっと最初に、えー、申し上げておくとですね、今日は、っとちょっと仕事の関係でですね、外出して、本当は戻りたかったんですけども、家に帰ることができず、<laughs> ちょっとしょうがないので、マイクがない状態でやっております。ので、えー、っと、パソコン内蔵のマイクでやってるので、いつもと響きとかね、音の感じが全然違うかなと思いますけど、申し訳ございません。そこだけはちょっとご了承いただけたらなと思います。はい。 お、YouTube からという方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。どうもどうも。お、しんいちさん明日試験です泣きということですね。試験頑張ってください。僕もあの塾の講師をずっとやったのでね、えー、小学生も中学生も高校生も教えたんですけどもまあ試験の前っていうのはねナイーブになりますよね。テスト頑張ってくださいね。 まあ大人になってもね、やっぱり試験とかあったりすると結構ねあの、うわ、明日試験かみたいな気持ちになりますけどね。うん。はい。まあまあ、そんな感じでやっていきましょうかね。お、なんかツイキャス始めましたの方結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。 新潟マジ寒いっすね <laughs>。なんかでもどこも寒いですね、今なんか。来週から徐々に暖かくなるっていう風にね、関東の方はっぽいですけど。果たして。果たしてどうやら。寒いより痛い <laughs>。何があったんですか <laughs> 寒すぎるってことですか、ね はい。じゃあ、ちょっとね、行こうかなと思うんですけど、ちょっとね、今日ね、あんまり準備もできてなくてですね、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとね、喋れるかな、みたいな話も結構あってですね、ちょっと待ってくださいね、と。あ、どうしよう。あの、さっきあれだ準備してた話、一個、すっ飛ばしてんな。ちょっと待ってくださいね。この話も結構いいなと思った話があったのえー、っと。 ちょっと待ってください少々お待ちをカタ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 多分ねキーを叩く音がすごい聞こえると思うんですけど申し訳ございませんちょっと今日はねマイクがないのでねかなり聞こえちゃうと思いますけどあ間違えた間違えた少々お待ちをおおえ <laughs> えーっとあこれだこれじゃあまあこれいくかうん今ちょっと見つけた話いきますかねじゃあはい 犬鳴村みたいな話は聞きたいな <laughs>。そんな、そんな話あるかなよいしょ。よいしょ。一つ目の話いきます。時計回りという話でございます。えー、今ツイートしましたの、ね、でよかったらリツイートよろしくお願いいたします。 あ、八代さんの <laughs> 29話詰め合わせのやつ見たんですけど、たまにバックの音が消えて、七代さんがアップで映るのが面白かったです。あの、かつてですね、僕はちょっとあの、実話階段シリーズでも、あのー、なんだ、ちょっと演出とかしてたんですけど、最近全くやめましたね。なんか無駄な演出すんのやめようと思って <laughs>。はい。さあ行きましょう。統計回りという話でございます。 これ、ある男性の方なんですけど、いとこと一緒に、まあちょっと旅行に行ったらしいんですよ。でね、まあその、あんまり親戚付き合いがないんですけど、そのいとこは結構仲が良くって、で、まあ年代もまあまあ近いから、仲良くしてるんですって。で、いとこの彼は神社が好きらしいんですよ。 で、なんか一人でね、こう、一人旅っていうかね、えー、京都の方行ったりとか、奈良の方行ったりとか、まあね、ああいう神社とかは結構あるところに行って、写真を撮って帰ってくると。まあまあ、でも本当に、単純にあの神社のあの感じっていうんですかね、あの、まあ、いろいろ、もちろん神殿っていうかね、あれもありますし、まあそういう、周りのね、森とかね、そういうとこ撮ったりとかもするし、まあ結構そういうのは好きなんですって。 まあ、いますよね、そういう人ってね。で、まあまあまあ、そんな感じで、あちこち旅をしてるようないとこだったんですけども、その時に、まあ、一緒に旅行しに行ったらしいんですよ。ただまあ、非常にマイペースで、まあ、一人でいるのは結構好きなタイプなんですけど、まあ、それが逆に居心地が良くてね。まあ、なんかそのいとこについてって、まあ、一緒になんかあちこち行ってたらしいんですよ、その時。で、 まあ本当に田舎の方に行ったらしいんですよ。まあ、これどこっていうのはちょっと言えないんですけども。で、あちこちにお寺も神社もあるような土地で。で、ただそのいとこはね、やっぱりそういう神社とか巡るのに慣れてるもんだから、もう結構な長距離とか歩くし、あの石段とかすごいとこあるじゃないですか。結構山の中にあるね、神社とかで。ああいうとこももうサクサク登ってくんですよ。だけど、 ねあの、この話のね、語り手の彼は、あの、全然ね、こう、運動をしてないんですよね、普段。だから、石段とか登るだけでも、もう、へい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 っちゃって、もう疲れちゃった、つってね、うん。だけど、まあ、いとこの彼は、スイスイ登ってっちゃうんですちょっと待ってくれよ、なんて言いながら、まあ、なんとかついてって。で、まあまあ、そんな感じで、あちこち巡ってはいたらしいんですけども。まあ、あるね、 ま、神社に行ったんです。で、神社の前には、まあ、ちょっとした、こう、参道じゃないですけども、まあ、結構ね、あのー、まあ、道が続いていて、で、いろんななんかこう、まあ、ちょっと古くかありそうなね、お店とかもあったりするんですよ。で、このね、同行してた彼も結構そういうの好きで、ああ、なんかいい雰囲気だなぁ、なんて思いながら歩いてたんです。で、そんな彼をね、置いていくかのようにサクサク歩いていくいいとこは、まあ、前をサクサク歩いていきながら、 前に来た時は、祭りだったなぁ。なんて、まあ、一人ごとでも言うかのようにぶやくわけですよ。で、その祭りがどうたらこうたらとかね、そのいとこがね、ボソボソ喋ってるんですけど、まあそれを聞くのもまあ悪くないんですよね。ただサクサク歩いていくもんだから、もうヒーヒー言いながらなんとかついてって。で、石段バーって登ってくんですよ。早いよ、ちょっと待ってよって言っても、行くよって言ってサクサク行っちゃうんですよね。ねどうにかこうにか石段も登っていって、 ちょっと丘の上になったんですよ。で、すごく、まあ、景色がいいんですよね。街が全部一望できるし。で、まあ、一応そこに神社というかね、あの、まあ、そこ自体、下も神社なんですけど、下から登っていった先もそこも神社で、で、ま、いろいろあるらしいです。社務所があったりとかもするし、なんか舞台みたいなものもあったらしいんですよ。ちょっとどこの神社かっていうのはちょっと言えないですけどね。 まあ、とりあえず、お参りしようってなって、で、二人でお参りをして、で、いとこはね、いつももう、ふらーってどっか行って、まあ、神社の中パシャパシャ写真撮ってるんですよ。で、その時もそうだったから、まあ、とりあえず行っかーって言って、いとこのことは置いてって、自分は自分で見たいものを見ていこうと、やってたんですよ。で、まあ、社務所でね、お守りとか売ってるもんだから、そういうの見たりとか、ね、えー、そこからまた道下ってったりとかしてたんですよ。そしたら、 途中にあった建物で、なんかね、ひな人形店みたいな、なんか展示をやってたらしいんですよね。ご自由にお入りくださいって看板が書いてあって、へえー、なんと思いながら、ひな人形飾ってある、まあ部屋に入ったんですけども、まあ、ひな人形だけじゃないんですよ。いろんな古い人形がたくさん、 まあ安置されてるんですけども、特にケースに入ってるわけでも、綺麗に並べられてるわけでもなくて、もう剥き出しで、もうところしとブワーって並んでると。で、中には子供サイズぐらい大きな人形とかもあったりして、うわってちょっとびっくりしたんですね。だけど、まあまあ、昼間だったってこともあって、そんなに怖くないなと。まあ、不気味だとちょっと思ったけど、 ああ、でも、ま、あ人形って、すごいなーって、えー、ひな人形店かー、なんて言いながら。で、なんか、まあのー、一応ね、あのー、なんだろう、その、展示会場の人とかもいたんで、まあ、話を聞いたのかなまあ、それとももしかしたらね、あのー、貼ってあったりしたのかな言葉で。えぇ、ー、まあ、なんかひな人形は個人から借りたものとかもございます、みたいな、いろいろ書いてあるんですよで。たくさん置かれてますよ、と。で、ま、あま、あ会場の奥には、 まあちょっとこう、段が上がってるところがあって、そこは畳が敷いてあるんですけども、そのさらに奥の、まあ壁際にひだ段みたいになってるんですけど、そこにも、まあたくさん人形が,が並べられてると。いろんな人形があるんですよ。で、ただまあそこの、あれですね、畳の上には登れない感じになってたので、なんとなくふわーって見ながら帰っていこうかなって思ったんですけども、 そのひな壇のところっていうんですかちょっと上がってる畳のところの手前をくるってこう回って帰ってこようとしたら、頭がくんってなんか後ろに引かれたんですよね。むっと思って、まあちょっと立ち止まるんですよ。なんだろうって思った次の瞬間に自分の首がぐぐぐぐぐって時計回りに回ってくるんですよね。 ぐぐぐぐって。で、首を戻そうとするんですけど、戻そうとしても、また首がそっちの方にぐぐぐって回ってっちゃうんですよ。え、なになにこれなにこれって思ったんですけども、その間、なんかこう、苦しいって言うんですかなんかこう、喉、 が、こう、詰まるような感じっていうんですかね。ぐって空気飲み込んじゃうような感じになっちゃって。え、なにこれなにこれって思って逆らってまた前向こうとするんですけど、またぐーって向いてっちゃうんですよ、どんどん。なんだよって思いながら、さっきね、あのー、ちょうどひな壇のところまでね、近づいてって、すって、去ろうとした時だったんですけど、ひな壇よりも,もうちょっと離れたんですよ。離れた瞬間にふって楽になったんですよね。 あれってなって。あれ首大丈夫だな。なんだろう。あれと思いながら、もう一回、こう、まだ入り口付近まで戻ってきて、人形とか見て、で、また一番奥のね、ちょっと上がってる畳のところの近くの方まで行くと、また、くんって頭引かれて、首がぐぐぐぐぐって時計回りに回るんですよ。え、なんだよこれ。で、またその場を離れると、また戻るんですよ。 えっていうのをまあ3回くらいやっておかしいなってなったんですよね。でなんかそんな状況に特定の場所っていうんですかね奥のところだけで起こるわけだからうわこれ何どうしようって思ったんですけどまあ嫌な感じがするとかね別に霊感があるわけじゃないんですけどまあそういうなんか嫌な感じとか変な感じとかそういうのもないんですけどでもその まあ、奥向いてるわけじゃないんですけど、ひな壇のところからくるって回った時に、ぐぐぐぐって時計回りに首が回るんですけど、その先の壁側に、よく見たら、一体だけちょっとそこの場所に似合わないくらい目立ってる人形があったんですって。ほとんどの人形が、まあ、ひな人形って言ってるぐらいなんで、まあ、例えば朱色とかね、まあ、ちょっと黒とか、 まあそれこそね、ちょっと日本の和風な大和の色って言うんですかね。まあ緑のも、緑のも、例えば若草色だったりとかね、そういう大和っぽい色って言うんですかね。そういう色が並んでる中に、めちゃくちゃ鮮やかな水色と、まあレモン色って言うんですかね。まあそういう人形があったんですよ。それ何かっていうと、なんか、 ドレスなんですよ、それ。水色のサテンとね、あの、ドレスに、レモン色のフリルっていうんですかね。っていう、まあ、そんなドレスを着た人形なんですけど、まあ、普通のよくある、なんか、ちっちゃい女の子が持ってそうな、あのー、いわゆる海外の、ね、なんか、欧米っぽい感じの人形ってうんですかね。で、まつげがこう、ふって長くて、顔ね、顔つきもちょっと日本人っぽくない、濃い顔なんですよ。 そんな洋風の人形がね、あるわけで。で、さっきから、そのと、立ち止まって、こう、頭をクッて引っ張られたとき、そして、顔がね、時計回りにグ,グググっていっちゃうとき、そっち見てるんですよね、自分は。なんかなと。でもそれがすごく気にかかったんですけど、まあでも気にしちゃダメだと思って。 で、そのまま、その、ひな人形店の会場を後にして、で、また、その、まあ、外に出てね。で、まあ、サクサク歩いていったわけですけども、その時に、後ろから、なんか音がするんですよ。シャク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 。 なんか音してるんですよね。これなんだろうって思ったんですけど、最初なんかこう、草をかき分けて誰かが歩いてる音かなって思って、振り返ったり、キョロキョロしたりしたんですけども、もう特に何もないんですよね。でも、なんかこう、よく聞いてると、ちょっと金属っぽい音っていうんですかこの彼からすると、 なんかアルミホイルをガシャ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 こうすり合わせるようなそんな感じの音だっていうふうに思ったらしいんです。で、シャカ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 鳴ってるなと思ったんですけどさっきまで後ろからしてたんですけど気がつくと右側の茂みの方からシャカ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 ってするんですよ。音が速いし近いんですさっきより。 あって思った次の瞬間には、クンってまた顔が固まったというかね、頭が引かれて、うって喉が詰まる感じになって、カサ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 音がしてくる。それが右側からしてるんですけども、また首がググググググって回ってくるんですよ、そっちの方に向かって。音が聞こえてくるのがだんだん近づいてくる、その茂みの方に向かって首がグググググって回って、うわ、やだやだって思いながら、首をまた振って戻そうとするんだけど、戻せないんですよ。 戻そうとしてもまたグーってなんだかわからない圧力で右の方にググググって回ってっちゃううわどうしようどうしようどうしようって思っていたら次の瞬間後ろから何やってんのって言われてハッとして急に体が自由になってふって振り返ったらそれいとこなんですよねああびっくりしたってやってるとまあ、そのいとこは まあなんか自分で撮ってたね、写真のね、デジカメをいじってるんですよ。いじりながら、なんかタバコにね、こうタバコをくわえてるわけですよ。で、そこでようやくちょっと我に返って、お,おい、ここ神社だから禁煙だろっていうふうに言ったら、いやーまだ火つけてねえからセーフだよ。でなんかこう、まあいつもの感じでのらりくらりという感じでね、まあちょっと笑って言うわけですよ。ただなんかやっぱりどっか怖いとこはあったので、ね、まだ。そのいとこに向かってね。 あれ、今さ、変な音してたよね。なんか、シャカシャカ、シャリシャリ、なんか言ってる。あれ、何の音だろうね。でなんかちょっととぼけた感じで聞いたんですよ。そしたら、いとこは、まあ、一瞬ね、まあ、いつも持ち前のマイペースで、ちょっと目をつぶって、耳を傾けるような素振りを見せて。で、またふって顔を上げてね。目を開けて。あー、なんか、下の道路で何かやってる音じゃないのこれ。 ああそういえばさっき見たけど、電線の工事してたよ。それでしょう。って言ってきたんですね。で、なんか何も興味がないような感じで、まあその神社を後にするかのようにね、えー、下ってくんですよ。いや、ちょっと待ってよって言いながら。まあ、いとこについてたんですよ。だけど、まあそのいとこはそのまま歩いてってね。 で、神社の鳥、一番最初の鳥のところをくぐって出たんです。で、出た瞬間に、まあ、いとこ結構で、タバコ好きなもんだから、まあ、食わえてたタバコに火をつけて、まあ、ゆっくりしてた、立ち止まったんですよ、急に。わって、びっくりした。次の瞬間に、そのいとこが、ふって振り返ってね、ふーって、煙を吹きかけてきたんですよ。ふーって。わって、煙をやめてよ、っていう風に言ったら、ああ、なんかさ、 狐にでも、バカされたんじゃないかな、と思って。って言いながら、また、のらりくらりという感じでね、ヘラヘラ笑ってるわけですよ、いいとこ <laughs> おやめてよ、そういうこと言うの。何にもねえよ、みたいなこと言ったんですけど、内心ちょっとドキッとしたんですよね。そういえばさ、一番奥に、ひな人形、ひな人形天みたいなこと言った、書いてあったけどさ、 あれ、まあもともと人形を供養する場所だったところを解放して見せてなってよって。君が出た後にさ、僕入ってって、あそこのひな人形店のところにいた人にね、写真いいかって聞いたら、奥のが映るとちょっと困るって言われたんだよね。 それはどうしてっていうふうに僕が聞いたら宮司さんが毎朝あの奥の畳の上で祝とをあげるんだっていうんですよ。でもさまあこのねあの語り手のね彼のことはナオ君って言うんですけどナオ君はさそういうの好きだよね。一番奥のさひな壇のところ行ったり来たりしたいでしょ。 何回も何回も見てさ。って笑ったんです。なんとなく自分の中でそれ聞いて嫌な感じはしたんですよ。なんかドキッとしたっていうんですかね。えって思ったんですよ。で、えと思って、こう、もやっとしてる時に、いとこはタバコを吹かしながら歩き始めたと思ったら、またピタって止まってね。そういえば、 変な人形があったね。って言ってきたんですよ。変な人形って言うと、水色の服の。って言ってきちゃって。それでもう、あ、自分が見てたもの彼も気づいたんだなってちょっと思ったんですよね。したら彼が、こう言ったんですよ。 あの人形さ、完全に首だけ横向いちゃってさ、近づいてはもう顔が見えないの。あんだけみんなね、人形並んでて全部正面向いてんだから。あの水色のドレス着た人形だって顔だけ前向けとけばいいのにね。ははは。って笑ったんです。でも自分が見た時には、顔見えたんですよね。 ま、結局何が何だか分かんなかったんですけども。あの時、自分の首がぐーって曲がってったのは、あの人形を見てくれっていうね、人形からのアピールだったのかもしれないですけど、もしかすると、自分は右の方向いてるよっていう人形が自分と同じ格好をさせようとしてきたのかもしれないなと。まあ、そういうふうに思うそうです。そんなお話でございました。時計回りっていう話でした。 はい。というわけで以上でございます。はい。いかがでしたでしょうかちょっとね、あの、今日は準備が足りてないですね。全然。<laughs> 準備が足りてない。うろ覚えすぎてちょっとやばかったね、今。話して。やばいやばいやばい。うろ覚え、うろ覚えっつって。まあ、こんな日もありますね。ちょっとね、もう仕事に追われまくっててね、ちょっと今日もね、ギリギリまで仕事したので、ちょっと申し訳ございませんでした。 人形怖いっすね。人形は怖い。うん。人形の怖い話、詰め合わせとかも動画を出したんですけどね。なんか、うん、やっぱり、あれもなんかやっぱ喋ってても怖かったですね、やっぱ。うん。人形苦手ですと。まあ苦手な方もいますね。で、僕ね、実は人形結構好きなんですよ。 家計にまつわる小話と聞きたいです。準備してますよ。行きましょうか、じゃあ。はい。これ、これ、怖いっていうか、ま、気持ち悪かったですね、僕見たときに。家計にまつわる。うん。行きましょうか。ちょっと待ってね。これ、 ちょっとまあ家計にまつわるっててもそんなにドロドロはしないんですけど。ち、ね、は,はいはいはい。二つ目の話いきます。えー、彼女の家系っていうね、えー、タイトルでございます。えー、今ツイートしましたのでよかったらリツイートよろしくお願いいたします。 くまこさんのでではないですくま <laughs> さんのっていうコメントが来ましたけどもくまこさんのではないですねくまこ、あ、さんの話やっぱ面白いですけどね本当に確かねくまこさんの家系が通っていうのはねあれなんですけど霊感めいたものはもう彼女が一番強いみたいですねントツで。 うん、はいじゃあ行きましょうかね彼女の家系という話でございますこれある大学生の男性の方が まあ本人が体験したというか、その彼の同級生の女の子の話になるんですけども、まあ仮にその女の子のことを A ちゃんとしときましょうか。で、彼ら、彼と A, A ちゃんね、は、ゼミの同級生というか、まあゼミの、同じゼミの子なんですよね。で、まあ理系の、科学系の、えーまあ、学科なんですけども、 実験とかするわけですよでまあその時に当然ですけどねなんかこう色々、ね、いろいろね吐く行きたりとかするんですけどもその実験中とかでもねその A ちゃんは欠か,かさずにって言ったらあれなんですけどブレスレットをいつもしてるんですよで、まあ、それもなんかこう なんですかね。ジュズっていうほどなんかね、あの、よくある、こうね、あの、ジャラジャラする、あの、ジュズとか、それほどじゃないんですけど、でもそういう玉のついてるような、そういうブレスレットなんですよ。ただなんか結構ちゃんとしてるっぽい、なんか高級そうなものではあるんですよね。で、一回だけね、ね、そのブレスレットってさ、いつもつけてるけど、これなんかのおまじないとか、なんかそういう意味があるのって聞いたら、 これ、お守りだよ、お母さんにもらったって言ってくるんです。で、その A ちゃんって子ね、結構寡黙でちょっとクールな、えー、子だったらしいんですよ。で、まああんまりみんなとね、慣れ合わないっていうか、ちょっとロンリーな、えー、一匹狼系の子だったんですよね。ただ、そこのゼミの、まあ同級生は、ほとんどがタバコを吸わないんですけども、この彼と A ちゃんは、 タバコを吸うんですってだから、まあ、喫煙所で一緒になることが結構多くて、ゼミの他のメンバーとはちょっとまた違った形で、彼と A ちゃんはよく喋るようになったんですって。で、まあなんかその、いろいろと話をしていると、まあ、当然ですけどね、あの同級生ですし、まあ、自分の身の上話っていうんですかね、いろんなまあ家族の話とか、ね、兄弟の話とかもするんですけども、そしたらその A ちゃんはね、 これは信じなくても別にいいんだけど、って前置きをしながら、自分の家系の話をしたんですよね。で、まあ、いっぱいエピソードはあったらしいんですけども、簡単に言うと、その A ちゃんの家系っていうのは、ちょっと特殊な家系で、 まあ言っちゃうとあれだけど、まあシャーマンとかとちょっとまた違うんですけど、まあ呪術系のまあ家系なんですよ。まあちょっとこれは後で話すので割愛するんですけど、まあそんなまあ家系だってことが分かったんです。で、まあ当然ですけど、大学生ぐらいでもね中二病みたいな人いるわけだから、なんかこうそういうね、ちょっとなんかこう見栄を張ってね、私すごい家系なのよって言ってきてるわけじゃないと。 っていうのはさっき言ったようにまあ非常にクールでまあ非常にリアリストな感じの子だったのでそんな彼女がそんなとこで見え張るとはとても思えないしまあ他の人には言わないでほしいっていうようなまあ、あんまり言わないでほしいなっていう感じだったらしいんですよ。でまあまあその 家系に生まれたからこそのエピソードとかもいくつか聞いて、え、すごいね。といや、面白いな。初めて聞いたよ。って言って。まあまあ、面白かったんですけど、ある時って言うんですか。まあ、夏が来て、まあ、ゼミの中の何人かで、心霊スポット行こうぜって言ったんですよ。まあ、本当にもう大学生のノリの肝試し感覚ですね。で、その時に、 ちょっとね、あの、ゼミの中にね、B 君っていう、まあ、ちょっとお調子者のやつがいて、その B 君が、なんか、行こうぜ行こうぜって言ってる時に、チラッとね、さっき言った A ちゃんが、なんか、A ちゃん霊感あるらしいよって言っちゃったんですって。 で、確かにそのね、自分が呪術、呪術とか、まあ、そっち系のね、まあ、なんだろう、その、まあ、力のある家系って言ったらな、そういう家系だっていうことを聞いてて、で、なんか幽霊的なものが見えたりもするっていうのは、その A ちゃんから聞いてたかのんだから、その A ちゃんなんか霊感があるらしいよっていう風に、まあ、軽く言っちゃったんですよね。そしたら、ま、B 君が、えちょい。A、呼ぼうよ。呼ぼう、呼ぼう。って言い出しちゃって。 でも、正直、A ちゃんはそういうの乗ってくるタイプじゃないし、そもそも A ちゃんと B 君ってそんな仲良くないんですよ。だけど、B 君からすると、まあ、肝試しを面白くしたいからっていう理由で、え、A ちゃん呼んでよ呼んでよって言ってくるわけですよ。いやー、しまったな、なんて思ったんですけど、まあ、一応、A ちゃんに連絡取ったら、やだ、って言われて。だけど、B 君からしたら、な、正直、いつもなんか一匹狼気取ってる A ちゃんが、なんか、付き合いも悪いし、なんか、来いよ、みたいな。 まあぶっちゃけ来て、なんか、例が見えるなんて言った、言った日にはもん、まあ言ったもんには、まあなんかこう結構ね、突っ込み入れてやろうっていうかね、いじってやろうっていう気があったんでしょうね、B 君は。だから、そこの時は、まあ断って、じゃあその日程ではいけない私はって、まあ、まあ A、A ちゃんもね、A ちゃんなりにちょっと気を使って、まあいけないよって言ったんですけど、B 君が諦めなくてそれを。で、なんかね、 全然違う予定を入れたかのような。まあ、ゼミのみんなで、レイトショー見に行こうぜ。映画見に行こうよ、夜中に。つって、言ったんですよ。でもそれ嘘なんです。嘘で、A ちゃんを誘い出して、で、車乗っけて、で、実は心霊スポットに行きます。みたいなことやったんですって。で、それは彼も気づかなくて、全然。まさかそんな嘘つかれてると思わなかったんだけど、まあ、A ちゃんは来ちゃったわけですよ、それで。まあ、映画が好きだったもんだから。 で、もう、はぁ、あ、みたいな顔してるんですよね。で、もう明らかに露骨に嫌な顔してるんだけど、B 君はもうそれでちょっと気分も良くなってたりとか、でも A ちゃんがそういうブスってしてるもんだから、それでまたちょっと今度はまた気分がね、悪くなったのか、機嫌が悪くなってね。なんか、いや、楽しくやろうよ、とか、言ってくるわけ,わけですよ。いや、お前だろっていう感じなんですけどね。で、そんなこんなで心霊スポットに、あのー、行ったんですよ。で、なんか閉鎖されてるトンネル と、まあそのそばにまあ藪があるんですけど、その藪の中にお堂があって、まあそこがなんか心霊スポットなんだってよと地元でって,って言ってそこまで行ったんですよ。でいざみんなで車降りてよ、じゃあお堂探してみようぜっていうタイミングで、まあ、A ちゃんがやだって言ったんですよね。車から出たくないっつって。でも。 B 君が、いや、まあ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 、いや、まだ大丈夫っしょ、まだ大丈夫っしょ、なんて言いながら、まあ A ちゃんをね、こう出そうとするんですよ。で、やだって A ちゃんは言ってる。でも B 君が、いや、まあ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 、とかってまた言ってるわけですよ。で、さすがにやめろ、嫌がってんじゃねえかよ。って彼も言ったんだけど、なんか B 君だけじゃなくて、他のゼミの仲間たちも、なんか A ちゃん空気読めよみたいな感じになってたんですよね。まあ A ちゃん自体が普段からちょっと浮いてたから。だから、なんかこう B 君も、それで勢いづいちゃって、 だからほら、みんなもさ、やっぱしらけちゃうじゃん。ほら、A ちゃんが来てくればいいんだよ。ちょっと行くだけだからさ、いいじゃん、いいじゃん。って言ってくるわけですよ。で、溜まりかねたのがわかるんですけどね。A ちゃんが、ちょっと逆ギレ、気味で、バンって言って出てきて、わかった。いいよ、行くよ。行ってやる。って言ったんです。で、結局それでついてきて、で、藪の中をね、ガサ,ガサ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 しながら、まあ、お堂の探索をしたんですよ。 で、噂によると、その、まあ、あ藪の中にあるお堂には、ご神体っていうんですかね。なんか、刀かなんかが収められてるっていう噂があったんですって。で、それを探そうぜって言って、バーって、中入ってったんですけど、そしたら藪の中にやっぱお堂があったんですよ。あれだあれだなんて話になって。したら B 君が、お堂のその塔ね、もうすぐに開きよとしたんですよ。 したら A ちゃんが後ろからね、ダメ絶対ダメって言ってきて。でもその頃にはもう B 君も、もうちょっとなんか、無気になってるっていうかね、A ちゃんがそうやって止めたりとか、なんかね、霊感症状っぽいこと言ってきてるっていう感じだったんですね。だから B 君がもうその時にちょっと、まあ B 君側が今度逆入れしてきて、いい加減にしろよ、お前エセ能力者のくせにやーつって。うるせえよ なんか霊が見えるだのなんだのって感じでさ、そんな怖がってさ、生きてんじゃねえよと言って。まあ、すげえ罵倒したんですよ、B 君。まあ、最低ですけどね、本当に。で、A ちゃんもまあ、そんなん罵倒されたもんだから、ちょっと並行しちゃって。したら B 君はもう、とりあえず開けてみるわ、なんて言って、ガラガラっと開けて。で、そこから、確かに本当にね、中に、なんか刀っていうか、長い、 なんか鞘に収まってるようなものが出てきて、うわ、マジかよみたいな。ちょっとざわついたんですよ。でも B 君は兵役の兵で、それでバーって手に取って、なんでなんもねえじゃんって言ったんです。だけどその瞬間にキーンって急に耳鳴りみたいなものがして、うって、ちょっと耳を押さえたんですよね。したら周りの、まあ人たちも、どうやらちょっと、あおかしいってなったみたいで、急にみんなシンって黙ったんですよ。 でおい、なんかやばい感じするから帰ろうぜって誰かが言ったと思ったんですけど B 君が動かないんですよそっからおい、逃げようぜおい B、B、逃げようぜって言ってるんだけどその刀みたいなものを手に持ったままもう立ち往生っていうかね、まったったままなんですよおい B、おい逃げるぞおい、帰るぞって言ってんだけど次の瞬間に B 君がその 持ってる、まあ棒っていうか、刀っていうかね。それで、うわーって言って、みんなに向かって殴りかかってきたんですよ。で、今にもその、ね、刀を振り下ろされそうと、まあ、鞘がね、あるから、まあ大丈夫であるんですけど、思いっきり振り落とそうとした、来たタイミングで、B 君のその腕をガシッて A ちゃんが掴んだんですよ。 で、掴んだかと思ったら、A ちゃん、その B 君の腕を掴みながら、何かブツ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 って何か言ったんですよ、口元で。言った瞬間に、さっきまでもう、うわーって言って振り上げた状態だった、もう、様子がおかしい B 君が、突然、ふにゃって言って力抜けて、まあ倒れたっていうか、腰縮だけみたいになったんですよね。で、まあ下にこう、なんだろう。 もう膝から崩れ落ちるような感じで、バタって落ちた、そのタイミングで B 君のほっぺたを A ちゃんがバチーンって叩いたんです。で、B 君はもう本当にそれでまあ気絶しちゃったっていう感じなんですよね。で、他の奴らが、おいどうするんだよって言ったから A ちゃんが、とりあえず B 君を誰か運んでって言って。で、A ちゃんは相変わらずなんか口元でブツブツブツ,ブツってなんか言ってるんですよ。 なんか言ってんだけど、とにかく、まあ B がね、持ち出してきた、その鞘ですね、刀。それをまたお堂に戻して、みんなで引きずりながら、また出てきて。で、まあ車に、まあ帰りに乗るってなったんですよ。で、B 君は相変わらず伸びちゃってるんですよね。で、車2台で来たんですよ。で、B 君、最初ね、A ちゃんは B 君の車で来たんですよね。騙されて。で、 帰りは B 君がね、もう伸びちゃってるんですけど、その B 君の乗ってる車とは別の車乗りたいっていう風に A ちゃんが言って、まあそりゃそうだよな、なんて思いながら。でもなんかさっきのやつがすごく気持ち悪かったから、聞いたんですって、A ちゃんに。あのさ、さっきのあれって、あれ何って言ったら、A ちゃんは、まあ、まっすぐ前を向いたままで、わかんない。でも、当てられたんだと思う。 で、まあ、一言言ってきたんですよ。で、その当てられたって、まあ、要するに何か何か取り憑かれたんじゃないかと、まあ、言ってるわけですね、A ちゃんは。で、B 君、ね、その様子のおかしかった B 君を A ちゃんは一瞬で収めたわけです。で、あれを思い出してね、にしても、A ちゃんすごいね。って言ったら、全然すごくないよ。前にも言ったけど、私、拝み屋じゃないからさ、払いとかもできないし、 っって言ってきて言きでその時に振ってみたら気づいたんですよあることにそれが A ちゃんの腕にいつも巻かれていたブレスレットがないんですよね術がつながってるようなやつあれブレスレットどうしたのっていうふうに聞いたら、まあ、A ちゃんもなんか本当にクールなもんで他人事のようにねさっきのソードで切れたんだと思うって言ってきて まあなんか、にって笑ったんですよね、ちょっと。でも、A ちゃん、あれお母さんからもらったもので大事なものだって前から言ってたから、本当に大丈夫なのっていうふうに聞いたら、わかんない。って言ったんです。でも何かその悟ったような笑顔っていうんですかね、A ちゃんの。なんかその感じがちょっと嫌な感じ、嫌な予感はしたんですけど、それ以上何も言うことができなかったんです、その時には。 でまあ、さっきちょっとね後で言うけどって言ったその A ちゃんの家系の話なんだけどそのブレスレットが何で大事かっていう話にもつながるんですけど A ちゃんの家っていうのは、まあ、そのいわゆる呪術を使うような家系ではあるんですけども正確に言うと呪術を使わざるを得なくなった家系なんですよね。えー、なんでかっっててうと本家があって A ちゃんの家っていうのは文家ですらなくて影の家っていうんですかねそういうポジションの家系だったらしいんですよ。で本家が本家がいてその本家で本家となんか別のね集落の本家とかがまあ争ったりするわけじゃないですか。とかもしくはね文家の中にこうね謀反のね人とか謀反を起こすような人とかいる可能性もあるわけじゃないですか。だから本家って常になんか狙われてるわけですよ。 その立場上ね。その本家に降りかかってきた呪いとか、そういう、なんだろう、そういうものですよね。を、本家ではなくて代わりに受ける家系だったらしいんですよね。だから、その本家のところにこうやってきた呪いとかそういうものですよね。そういうものを全部 A ちゃんの家系の 力のある人たちっていうんですかね、A ちゃんの家系は代々力があって、それをすべて受けよう家系だったわけです。だから、A ちゃんには力があって。で、力があるがゆえに、いろいろ怖いこととかね、あのー、まずいものを見たりとか、いろいろあるから、それを、まあ少しでも和らげるためにって言っちゃあれなんですけど、そのためにブレスレットをしてたと。お母さんからもらってと。そんなことがあったんですけども、 その夏、そのね、肝試しの事件があって、B 君は、とりあえず元気にはなったらしいんですよ。で、特に何もなかったらしいんですけど、A ちゃんが、夏休みが明けてから、大学に来なかったんですって。なんでって思って、A ちゃんと仲良かった他の人とかに聞いたらしいんですよ。だけど、そしたら、病気で実家で療養してるって言うんですね。で、 もっと詳しく聞こうと思って、A ちゃんとまだ付き合いのあった人たちを片っ端から当たっていったら、まあ、ごく少ない A ちゃんの友人というか親友みたいなポジションの人から、A ちゃんね、自殺未遂して少しおかしくなっちゃったんだよね、って言われたんですって。で、この彼は、 まあ、A ちゃんとは確かに仲がかったし、まあ、ちょっと正直ね、惹かれる部分もあったらしいんですけど、だけど、その A ちゃんの親友だった子、女の子なんですけど、その女の子は、その A ちゃんと仲がかったもんだから、A ちゃんの実家まで行ったんですって。だけど、A ちゃんの両親に、A はね、母方の方の家に預けてるって言われて、まあ、追い返されちゃったらしいんですよ。で、 さっき言っていた、その A ちゃんの家系の話なんですけど、A ちゃんの家系、代々力があるのは、女系で、彼女のお母さん方の方なんですって。だから、母方の方の家で預けられてるっていうことは、何かあったんじゃないかって思うそうです。少なくとも、あの時の B が起こした、あの夏の肝試しの事件っていうのが、 関わっってていいるんじゃないかなかと思ってまあそれ以来大学に来てないらしいんですけど何とも言えない気持ちになったそうです、えー、そんなお話でございました、えー、彼女の家系というお話でしたなんかちょっとかわいそうですねこれ話なんか。 まあ僕も喋りながらちょっとね、感情が移入してしまって、つい B をすげえ悪者みたいな感じで語っちゃったんですけど、そこまで書かれてはいなかったですね。そこまでひどくはなかったんですけど、<laughs> でもひでえなと <laughs>。正直、思いました。ひどいよね、でもなんか、いじりたいがためだけにさ、呼び出してさ、ねえ、騙してまで心霊スポット連れてって、その結果、もしかしたらね、その彼女、A ちゃんがひどい目にあったかもしれない。まあ、 むしろ、もうその、それによって、まあ二度と普通の生活が送れなくなってるかもしれないって考えたら、ちょっと可哀想すぎて、何にも言えないですよね、本当。でも、家系的な話っていうのはね、リアルであるからね、やっぱり。それが怖いですよね。 まあ、うちのうちに家人いるかってことですよ。いますよ。<laughs> 今だって僕、外ですもん。外ってか、あの、家じゃないですもん、自分の。なので、あの、他の人も全然いますよ、普通に。すいません。<laughs> 僕結構あれなんですよ、配信してる時に、あの、家で配信できないこと結構多いので、あの、旅人みたいな感じでもうほんと飛び回ってるんで、あちこち。なので、普通に結構人がいるところで配信してることも昔から多いです。ので、 なんか声が聞こえたりとか、まあ笑い声とか喋り声とかいろいろ入ったりすること結構あると思うんですけど、まああんまり気にせずに <laughs> いただければなと思います。はい。まあそしてさっきねコメントで気づいたかもしれないですけどね、今日の、あのー、ツイキャスのテロップのところですね、怖い話しもーすってしてますね。怖い話しもーす。ま,すね、ーす <laughs> まあ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 。 サイゼリアって、サイゼリアじゃないですよ。<laughs> サイゼリアだと思われてるの面白いですね。なんか、配信の場所が。はい。じゃあ行きましょうか。ラスト。 ラストの話いきます。これ、僕結構好きだな、この話。いや、僕、リアルにこ,うこの体験に近いような体験っちゃあるっちゃあるので、ちょっと怖えなと思ってるんですけど。はい。いきます。3つ目の話。境界線っていう話ですね。 まあ気味悪いですね、これもね、非常に。ど通りで今日は雰囲気違う。まあちょっとあの最初にも言ったんですけど、今日ちょっとマイク使ってないので、そのせいでだいぶ音声がだいぶ違うと思います、いつもと。 パソコンパチパチ叩く音とかも、あの、これ本来だったら聞こえないはずなんですけど、ちょっと今日はね、もうパソコンのマイクなので、そのキー叩いてるところにあるんですよ。<laughs> 音声聞こえるところが。なので、ちょっとめっちゃうるさいんで申し訳ないですけど。はい。しかもめっちゃファン回ってるしね、今。パソコンの。ふわーって回ってます。まるで呼吸をしてる感じのパソコンの ファン <laughs>。じゃあ行きましょうか。えー、境界線っていう話でございます。これ、ある男性の方が、あの、測量のバイトをしていた時の話ですね。学生の頃のなんですけど。で、えー、まあ、その彼が、ちょっと出張でね、他の県の、 山の中に生かされたことがあったらしくて。でどうやらね、まあ、そこの山を切り開いて高速道路を作る予定だったらしいんです。で、地、ま、権、あ、者、要するに土地を持っている人から、まあ、土地を買収する必要があるわけですよね。高速道路を通すんで。で、とはいえ、土地の持ち主っていろんな人が持ってるわけですよ。で、必ずそこには境界線が存在するんですけども、その境界線を確認してくれっていう仕事内容だったんです。 で、まあ作業場所はね、まあ普通にあの民家とかがたくさんあるところから、まあ車で10分くらい山に入ったところだったんです。で、結構範囲が広いんですよね。だから自分がね、バイトで行ってるんですけど、バイトだけじゃなくて、社員の人とかも合わせて6人くらいで、まあ仕事に当たったらしいんです。で、お昼過ぎに現地に着いて、で、 まあ、だいたい地図を見ながら、ね、こう、誰がね、どこを分担するかって決めて、で、この辺の土地の測量よろしくっていうかね、境界線のチェックよろしく、じゃあ、君はこっちね、みたいな感じで約束して、で、夕方また落ち合いましょうと、集合場所でね。で、その中で、えー、っと、まあ、とにかく自分の範囲、仕事の範囲内でやってくれと、まあ、言われて、あ、わかりました、っていうふうにやってたんですけど、ただね、一個だけ注意してくれ、 で、まあ、社員の人から言われたことがあって、それが、その地権者、その土地を持っている人たちが、まあ何人かいるわけですよ。で、その中に一人だけ、その高速道路を通す開発に、猛反対してる人がいると。で、めちゃくちゃ反対してるから、時々見張りに来る。だって。で、他の人、 隣のね、他の方の土地に関してはいいんだけど、自分の土地に入ってきた瞬間に、まあ、不法侵入だって言って、捕まえると。で、先月も別の業者さんが捕まっちゃったらしくて、もう半日以上拘束されちゃったらしいんですよ。その反対派の人に。で、その人の土地がここだよって言われて、まあ、土地を赤く囲ってあったんです。 で、監視カメラとか設置されたりとかしてるらしいから、と。だから、境界線をとにかく超えちゃダメと。通、ちょっと通る、でもダメと。その反対の人がね、やってきちゃうからと。で、なって、わかりましたと。気をつけます。って言って、作業スタートだったんですよ。まあ、とはいえね、そんな見張ってるなんていう反対派の人がいるって、ちょっとおっかないなと思うわけですよ。 どんななんか眼光やじみたいなやつがいいのかなーなんて思いながら、うーこわって。まあ、とにかくでも赤いとこに入んなきゃいいんでしょって言いながら、まあ地図を片手にね、まあ土地の境界線をね、示す、まあいろいろあるじゃないですか、テープがあったりとかね、あの、するんですけども、チェックしてたんですよ。で、まあ一応山とは言っても、結構土地が平らだったんですよね。 まあだからそんなにこう大変なこともなくまあ苦労せずにだんだんねあの山の中進んでいってああここが教科線だねとあじゃあこっちは今度こっちだねああ今度こっちかっていってまあチェック進んでいったんですよでチラチラと他のメンバーが視界に入ることもあったのでまあ山の中だったからねちょっと怖いのはあったんですけどまあ心細くはなくてまあとにかく早く作業を終わらして集合場所戻ってきてもう帰ろうって思いながらサクサク作業を進めたんですよ で、まあ、とにかく黙々とそこから3時間ぐらいですかね、ひたすら境界して探すっていう作業をし続けてたんですけど、その時に、ぐーって、ついついお腹が鳴っちゃったんですよね。あ、お腹鳴っちゃった。って思った時に、まあ、さっきまで集中しながらね、作業してたんですけど、ふって、まあ、集中途切れて、顔を上げたんですよ。で、 まあ自分のお腹が鳴ったもんだから、周りに聞こえちゃったかなーなんて思いながら、くるって周り見たんですけど、まあ作業してる仲間がいないんですよねあ。あいないなーなんて。まあとにかく、あれかな、やっぱりみんなね、近いところからスタートして、まあ奥に向かって歩いていったから、まあ奥の方に行ったのかなと。まあいいや、と思ったんですけど、まあその頃、ちょうどね、もう集合時刻考えたら、そろそろ移動しなきゃな、 っていう時間帯だったんですよ。で、まあ自分もまあある程度終えてたので、まあとにかく、まあ地図見ながら、その集合場所まで戻ろうっていう風に歩いたんですだけど、途中で道に迷っちゃったんですよね。あれおかしいな。ね、山とは言っても土地は結構平らで、まあ林になってるんですけど、見通しは一応聞くんですよ。 で、まあ確かにね、木が生えてね、まばらに生えてるだけで、あちこちね、どこ見ても似たような感じなんですけど、一応ちゃんと地図持ってるし、まあこういうね、測量のバイトやってるぐらいですから、こういうの慣れてるんですけども、迷っちゃったんですよ、本当に。どこだ、ここって。まあ言いながら歩いてたんですよね。で、まあとにかく、まあ林の根中にいるとは言っても、声を出せば、まあ助けてもらえるかなと。ね。あの、仕事仲間も多分近くにいるだろうしと。 思って、最初大きな声を上げようかと思ったんですけど、ただなんかね、あのさっきのおっさんっていうかね、あの隣の土地が、まあ見張ってる人がいるっていうのを聞いて、まあちょっとね、それで怒鳴られたりとかしても怖いなって思ったから、まあとにかく、まあ地図見ながら無言で歩いてたんですよ。で、 まあ、あとりあえず、車道の方に近い方に近い方に向かって歩こう歩こうと思って、開けてる方、開けてる方に歩いてたんですよ。で、しばらく歩いていたんですけど、歩いていたら、目の前に突然竹やぶが出てきたんですで、それまで歩いてたところとか、その、それ以外のところっていうのは、まばらな竹、竹じゃなくて、あの、まばらな、まあ、林っていうんですか。なんですけど、そこだけ竹やぶなんですよ、なんか。塊で。 で、なんか、もう、もっさーって竹籔なんです、そこだけ。あなんか、すげえな、これ。って、思ったんですけど、竹籔の中をそのまま通ることはちょっと難しそうだなと思ったから、とりあえず、迂回しようと思って、竹籔沿いに迂回していったんですよ。で、迂回している最中に、なんかすごい視線って言うんですかなんか、変な気配を感じて、 滝藪の方を見たんですって。そしたら、もう、人が入る隙間もないくらいの滝藪なんですけど、もう、のすごい薄そうと茂ってる。その滝藪の中に、人の影が見えたんですね。夕方ですよ。もう誰もいない山の中で。 早く帰らなきゃ。道迷っちゃったどうしよう。っていうタイミングで、竹山の中に人がいる感じがしたんですよ。あっ,って思って、そっちの方見てたんですけど、明らかに人いるんですよね。で、黒いんですよ。全身。黒い服で、黒いね、あの上下ですよ、全部。全部黒い。 だけど、顔まで黒いんです顔まで黒く塗ってるかのように黒いんですで、だから異様なぐらい目が、白目が真っ白に見えるんです。で、どういう状態だったかっていうと、そのうっそうと茂った竹山の中で、なんか中腰っていうんですか、 何か椅子に腰掛けてるような角度で、まあ空気椅子っていうのかな。その状態で膝に手を当てて、片手では何か細長い黒いものを持ってるんですよ。で、なんかす、少し反ってる黒い棒みたいなやつ、長いやつをなんか持ってて、その人、まあ多分男の人かなっていう感じなんですけど、その黒い人、 はじーっと一点だけ見つめてるんですよ。で、こっちには見向きもしないんですよ。で、気づかれてないのかなって思いながら、とにかくどこか一点を凝視してるんですよ。なんだろう、う気味悪いなって思ったんだけど、もう怖くなっちゃったから、もうなんかその、 男に気づかれないように行かなきゃって思ったんだけど、なんか怖くて、もう、さかさかさかサカ走って、そこから、まあ、逆走っていうんですかね。まあ、行ったんですよ。で、もう冷や汗ダラダラ流しながら、うわーって走ってて、で、もう足も膝がもう笑っちゃったんですよ。ガクガクしちゃってて。で、もうなんかこのままだと倒れちゃうっていうかね、つまずいちゃうっていうような状態で、うわーってなんとか走って、 で、後ろから来てるような感じはしなかったんですけども、もし来ちゃったらやられちゃうっていうね、何か襲われるんじゃないかと。そもそもあれは人間なのか何なんだあれと思いながら、うわーって走ってたら、〇〇くーんっていう声が聞こえたんですよ。で、それ〇〇ってそれ自分の名前なんですよね、自分の名前。あ、呼んでるよかったと思ってその声の方に向かってうわーって走ってったら、社員の一人の人がいて、 わあ、まるまるくよかったよどうしたんだよって、って言って、ああ、もう助かりましたって言って、もう、はあはあ息つきながら、なんとか合流したんですよ。よかったって言って。で、ま、さすがになんかその山の中の竹山の中になんか黒い人影がいて、それが気味が悪いぐらい真っ黒で、みたいな話、まあ、言っても信じてもらえないだろうなっていうふうに思ったんで、言わなかったんですよ。だから単純に迷っちゃったんですよねって、 言ってでとりあえず帰りに車に乗っけてもらって車に乗ってで、まあ、一応まあなんかね測量のバイトはしてるわけですけどもどこで迷ったのかっていうのを一応確認しようって話になってまあ社員の人とかとね一緒に地図な,どなぞってたんですってで自分も記憶たどりながらいや確か俺があの時あのもうそろそろ戻んなきゃなって思った時この辺の 境界線をチェックしたはずだから、えー、っと確かこの辺にいて、でこっから歩いて帰ろうと思ったんだけどその辺から迷ったんですよね。あ、じゃあこの辺を歩いたのかなんて言いながらこう目印つけながらねこう,うわーって言ってこうやったんですよ。でなんかなんかなかったかって言われたから、まあ、竹藪がありましたねとうっそうと茂ってる竹藪が急に目の前に現れてそこを迂回しようと思ったんですよみたいな。 でいやーそんなものないと思うけどなーなんて言いながら、こう、みんなでね、地図見てたんですけど、そしたら一人の社員の人が、あって言ったんですよ。ここじゃねえかって。ここだって言ったんですよ。で、確かに地図上でもなんかそこ滝やぶみたいになってるわけですけど、その時にそれ見て、あって思ったんですよ。その滝やぶのところ、ちょうど、境界線の、 上なんですよねでその竹藪から向こう側が赤いエリアなんですよその瞬間に体がザーって一気に血の気が引いて気付いたんですよねあの境界線のところに 竹藪があって、その中に、黒い男、あれ、その、開発に反対している人じゃないかと。自分の土地に入んないかどうかを、ずーっと中腰で、あの場所で確認してたんじゃないかと。だから、 何にもないはずの林の方を、一点をじっと見つめてるったんじゃないかと。それに気づいた時にズオーっとしたんですけど、それ以上に、自分がその滝山に差し掛かった時に、普通に、もう足音とかもね、あの、下のね、落ち葉とかも蹴っ飛ばしながら、ザカ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 歩いたんですよ。だから、滝山のすぐ脇まで行ってる時点で、 あそこで中腰でずーっといたあの黒ずくめの男絶対に音に気づいてるはずなんですよね音に気づいているはずなのにじーっと一点だけ見てたのはあの男からしたら相手がどこにいるかっていうのは興味なくて少なくとも自分の 土地の中に入っっててきいいいるかいないかしかかななし興味がなかっただからあの中に一歩でも入り込んでいたら、まあ、何をされたか分かったもんじゃなかったなとそういうお話でした境界線っていう話でした はい。というわけで以上になります。本日はね。まあちょっとマイクがなくてね、申し訳なかったんですけども、まあまあこんな感じでね、えー、終わりますけども。だから最後の話はこれね、境界線で話ね、これ人怖ですよ、普通に <laughs>。実は人怖っていう。でね、僕これ、怖いなと思ったんですけど、これ僕実際これ同じ作業したことあるんですよ。境界線を探すっていう作業。 で、しかも、ちょっと状況も似てて、あのー、境界線の土地の一部は、まあ、すげえうるせえおっさんが <laughs>、って言ったら失礼だけど、隣の土地の持ち主がすごくうるさい人で、その人が、なんか、おめえらの土地と土地から一歩でも外出んなよ、みたいな。見かけたら通報してやっからな、って言われてたんですよ。 で、気をつけてたんです、僕も。だからまあそういうことはなかったんですけど、一応。ただめちゃめちゃなんか、いつも見張られてたんですよね、ずっと。ああ、っていうのは、あの、僕は昔あの、あれですね、村づくりしてた時ですね。あの、土田舎のね、山の中の土地を使って、何にもない土地に、あの、こうやって建てたりとかしてたんですけど、まあその時代にですね、まあ言われまして、隣の人に <laughs>。 <laughs> まあまあまあ、そんな感じだったんですけど、それを思い出しちゃって、ちょっと怖くなりましたね。なんか、怖い怖い怖いやつで、あの、さっき、あの、僕の実話会談の、あの、詰め合わせの中に似たような話あったってあったんですけど、多分あれですね、僕が竹藪で、そのまさに今言ったような、あの、今言った村づくりの、あの、授業を、まあ、友達と立ち上げてやってたんですけど、その、まあ、もう終わったんですけどね、今はね。もう今終わってるんですけど、その村づくりの授業やってる最中に、 まさにその境界線探し。まあ、正確に言うと境界線探しっていうのは境界線を、あの、隣のおばあちゃん、隣の家の、まあ、隣の土地のおばあちゃんが、まあ、結構なお年で境界線を確認したいんだけど、まあ、90ぐらいの人だったから、ちょっと正直その竹籔だらけで入れないっていうのがあって、だから竹を買っといてほしいって言われたんですよ。だから僕は、まあ、山の中ですよ、完全に。 一番近い家まで1キロ離れてるっていう山の中なんですけど、そこの中でもう一人で一生懸命竹やぶをね、竹を飼ってたんですよ。ガン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 。で、やってる時に、その山の奥の方から、そうです、そうです、家族の声が聞こえてくる話ですよ。あれは僕の体験なんです。あ、ですね、あの僕は村づくりしてたのは、ダッシュ村みたいな感じですね。そういうのをやろうと思って、 あの、やったんですけど。まあちょっといろいろあってね、事業飛んだしちゃったんで、もう今やってないですけど。でも、その時に、まさにそういうちょっと怖い体験をしたんですよ。なので、まあ、よかったら、あの、僕の実は怪談シリーズのね、あの動画の中に、竹やぶの向こうからって話があるんですけど、多分その話かな。うん。あとは、まあつい最近、あの、水曜日にアップした、あの、29、あ29、九二十九だっけ。違うわ。えっ、ー、と、なんだ。 何話だっけあれ。忘れたけど。あ、29話か。うん。詰め合わせの動画の中にもあったかなと思うんですけど。うん。あったはず。滝藪の向こうからっていう話だった気がする。よかったら探してみてください。<laughs> はい。というわけで本日は以上でございます。 ねえ、ちょっとね、あのー、マイクがなくて申し訳ございませんでしたけども、えー、来週はまたね、えー、ちゃんとマイクがある状態でやれるんじゃないかと思っておりますが、仕事の関係で伸びてしまったらまたできなくなるかもしれないので、こんな感じのなんか雑な感じになっちゃうかもしれないですけども、その時は申し訳ございません。まあ、ただね、あの曜日は多分変わんないと思います。来週も土曜日にやると思いますので、よかったらまた来てください。お願いいたします。ではでは皆様、お疲れ様でした。 おやすみなさいませ。